はい、皆様こんにちは。間が空いてしまって本当に申し訳ございません。モンストラム行きましょう。しゃあ行きましょうね。行くぞ。まずはこの懐中電灯を取り、あれ F か、取ります。でここのこれを取ったら、あとはご自由にレッツゴーもう行こうね。何回このスタートを切ればいいんでしょうね。デッキ6からスタートでございます。なんとすぐ近くに階段とすぐ横にお部屋がございました。ここで重要なアイテムがあるじゃねえか。ほい、ナイス。おう、ノーツ見ちゃった。ノーツ結構変わりましたね。ただ今回は特に見ないで行くぞ。よし。で、6階からスタートしたので、7、8とチェックしてった方が効率はいいですかね。そして、この階にはカメラがあると思うんだが、ここにはないね。少なくとも僕の視界には見当たらない。血痕が見えました。あ、ここ何？ライト。大丈夫だ、何もいない。ライトがあそこにある。で、ここに部屋があるでしょ？ここに何がございますかね？この部屋にはね、多分ボルトカッターはないと思うんだよね、なんとなくね。こういうところにね、鍵に乗ってたりするんですよ。で、どっちから来たっけ？こっちから来たからこっちかな。そろそろね、カメラがあると思うんだ。なので、クリアレ。OK、ほら！見たか、この僕のカメラ察知能力。それで、もうちょっとこっちを見てると思うので、そろそろいなくなったかな。全然見てるじゃねえかな。そういう時は強行突破ですね。このゲーム、これできるんだね。あれは部屋かな。あ、先にこれ言っといた方がいいな。待って待って、見つかんないよねこれね。それでこのアイテムいらないんだわ。でもうね、ぶっちゃけっていうか、高橋さん、ヘリルート別に一番もう簡単じゃないっすからみたいなコメントいただいてるんですけども、わかるんですよ、僕もわかるんだけど、ここまでねやってきてしまったからヘリルートでクリアしたいじゃないですか。そうは思いませんか。なので僕はヘリルートでクリアしてこのゲームを終わりにしたいなと思っているのです。瓶だけだな。で、おい、やめろ。でもうちょっと待って、あのカメラが僕への興味を失った時にパーって走って、そろそろいいかな。よし。で、どこだっけ、部屋もう一個あったよね。やばい、あぶね、超あぶね。おお、あ、ゴミ箱にヒューズが入ってるだと、なんていうことさ。で、この部屋を伝ってこっち側に行けますよみたいな話だと思ったけど、別にそんなことはなかった。どっちだ、あれどっちだ、こっちかな。あ、いや、こうだな。あれ違うな。あれ、この血痕を見つつ来なかったっけ。あれあれ、どっちだ。やばい、なんか足音した。待って、このブーンっていうのはあれでしょ、あのウォルライダー様がいる音だろ。多分そろそろこの辺の電気消えるぞ多分。ほら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 、今ウォルライダー様降臨してる。待ちましょう。でね、今ね、このあれなんですよ、モンストラムはその 1.0.0 そのリリース版になったじゃないですか。幸いなことにそっから全くアップデートされてないんですよ。だからもうクリアするんだったらね、今がチャンスなんですよ。オンライダー全然いなくなんねえな。確かね、この時ね、懐中電灯もつかなくなるはず。あ、ついてるか。まあいいや。お、まだいるよね。おなんか明るさが安定したな。出ていいかな。いや、全然安定してないけど。逃げれる、これは逃げれる。あ、待って待って、なんか部屋やばい、見つかってる。これは、うん、
橋、全然へこたれない男高橋、ニューゲーム。全然僕はへこたれないぞ。これぐらいでへこたれたらこのモンストラムというゲームを24時間プレイできないのだよ。はい、この回びっくりした、この回からのスタートだと多分ね、ボルトカッターを見つけられる可能性が高い。もしなかったとしたら結構きつい。さあ、このね、この角にあるんだわ、大体。ポリタンクでも悪くない、ポリタンクも必要だからね。それでこのポリタンクをね、あのヘリのとこに捨ててくればいいんですよね。で、前も言った気がするけど、今日はちゃんとやって、あれ、こっちもない。今日はね、ちょっとできるだけちゃんとやっていこうね今日はって、まあいつもちゃんとやっててあのざまなんでしたけど、今日はね本当にね、あれですよ、覚悟が違う。今までと、今までと本当に覚悟が違います。僕は頼むぞ、ボルトカッターだぞ。あ、惜しい、それじゃない。でこういうのもね、そのこれが必要な、潜水艦に必要なのかな、これは。そこに置いとけばいいんですけども。何の音ですか。潜水艦のとこまで行くと多分僕死んじゃうので行かない。ヘリルートで行く、僕はそう決めたんだ。男が一度決めたら絶対にその決めたことを覆さない。男に二言はない。あるよね、大体ね。男の方がね、あるんだよ。女性の方がね、しっかりしてるよ、大体。こっちでいいのかな。あれ、いや、こっちがスタートか。こっちがスタート地点だな。大体ね、女性の方がしっかりしてんだよ、本当に。男なんてさ、アホだから。ここに階段がございます。ない。で、これはスチームゾーンがちょっと抜けて、やばい、ぐちぐちいってる。ここにボルトカッターがあればベストなんだが、ないですね、このちっちゃい部屋の時は。ないな。一応ここ開ける。ないよね、ないよね。ダメだ、この回はもう終わった。待て待て待て。でここはどこでしたっけ。デッキ、何ここは。3か。下見てっか。下にもね、部屋があるんですよね、確か。行くぞ。ただなんかあんまよからぬ雰囲気はない。よからぬじゃない、いい雰囲気はしてないですね、全然。ここ開けるよ、頼むぞ。コップに、うん、コップにグロースティックに Nothing No Smoking。 そうしてこっち行ってみようか。長い。でこれの多分反対側にまたね、部屋があるはず。これは向こう側に行く通路なんですよね。これはほっとく。やべ、危ねえ。この船はさ、ところどころこんな出ちゃって大丈夫なの、この船は。これも通路なんだよな、多分。うん、あれはほっといて、この階にある部屋を探したい。行こうね、こっち側行ってみましょう。あー、危ない、危なかった。お、あ、よかった、あれはいらない。ということはこのフロアにはもうねえのか。ないな、多分。こっち行ってもね、あの通路のこっち側っていうだけなんですね、確か。ただ一応見とこう。こういうとこにね、ちっちゃい部屋があったりする。これもダメだね。よし、2階は終わり。1階に行こう。1階にもね、なんか部屋がある気がします。で、あのね、潜水艦だっけ？そこがあるゾーンにね、隠し部屋みたいのがいっぱいあるんですよ。そこにね、全く行っていなかったというのが僕の結構痛い点かもしれない。そこにアイテムがある保証はないんですけども。ん？いるかなんか。どうだっかな？なんかね、潜水艦の、いや、なんかもうちょっと下に行けるんだよね、どっかから。
ここのゾーンじゃなくて、どこだっけかな、こっちのブロックじゃないかな、なんかね下に行けるんですよ。でその下にね隠し部屋隠されてんのか知らんけど、部屋がねめっちゃあって、お、ポリタンク2つ目、確実に私は前進している。そうだ、それでいいぞ、行こう。危ない危ない、1階にもこれがあんのか。待てよ、1階のこれの通路は向こう側に行くだけ、向こう側に行くだけか。まあ階段はありますけど、これ2階の方に行くだけなんでちょっと行かないで、こっちに戻って、おいな、嘘、やばい、奴が来てしまった。何、なんかすぐカクついてるけど、このゲーム大丈夫。2階に来たよ。で2階に来て、あっチーム痛い、待って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 、あーここ来ちゃダメだ、ここ来ちゃダメ、ここ来ちゃダメ、あれあれ、なんか上に行けるぞこっから、あれ上行けたっけ、なんでこの階段登るときにカクつくんだ、大丈夫かこのゲーム、落ちたりしないよね、大丈夫、あんまこんな川行きたくないな僕は、なやめよう、上行けるの、あれこんな上行けたっけこのゲーム、あれなんもねえじゃん、あれなんでシューシュー行ってんだ、あれどうやって行けばいいんだっけ、下降りなきゃダメか、えで下降りて、もう一個下降りなきゃダメだよね、えなんかいなかったか今、まだ何もアイテムはゲットできていないな。まあこのポリタンクがあるだけでも十分だけどね。もう上行くか。なんか潜水艦のとこじゃねえな。どこだっけかな。あ？とりあえず上に行こうも。デッキ3は見たでしょ。でこれは多分船の前の方だから4、5がなくてもう出口ですね。でこの辺も開けとくか一応。ここも開けとこう、すぐ入れるようにね。あ、でこのヘリのとこにポリタンク置いていきましょうね。向こうの方がいいかな。ここにポリタンク置いていきます。これもそうすればアイテム欄が結構大丈夫になるので、でこっち側に進めばいいんだよね。でちょっと待って、こっちのここを開けときましょう、ね、この準備がね僕を助けるからね。あの準備をしてなかっただけで死ぬっていうこともありますからね。よし、いくぞ。でこの8階まである方のブロックに来ました。でこの辺の下かな、確かなんか隠し部屋みたいのがいっぱいあるとこは。そっちから先行きましょうか。なので下がろう、階段をがっつりと。カメラがいる、こやばいやばいやばい、ちょっとここ見てっか、せっかく来たから。この音も気持ち悪いんだよな。あ、階段あるじゃん、よかった。何もない道。下がろう。何の誰の歌だっけ。でちょっと、びっくりした。一番下まで行きますね。下のねその隠し部屋みたいなとこがね、ほんと部屋の数が多いんですよマジで。あれどうや、ここだっけ。あ、なんかやばい音したぞ今。大丈夫か。頼むぞー、頼むないね。あれこのゾーンじゃないっけ。
下に行きたいんだよな。ちょっと皆さんにその隠し部屋みたいのをね、いっぱいお見せしたいんだけどね。こっから行くのかな。ちょっと行きましょうか。こっちかな、合ってんのかなこれで。いやー違うかな。まだ下行けるよね。それで確かね、確かこっちだよ多分。あれでも行き止まり、あれ行き止まり、でもあれ行き止まりだね。あれ嘘、本当、あれそしたらこれ全く意味のないあれなの。そんなことってありの。で僕今ライトも見つけてないから、あんまこんなライト使ってたら暗くなっちゃうぞ。あれこれじゃねえのかな。どっから行ったっけかな、あの部屋みたいなやつ。あっ、くそ、なんかオレンジ色のライトに見えた。どっちから来たっけ。こっから来たな。こっち行くか。いやー先にこっち見とくか。危ない。でここにあるのは部屋でいいのか。これのなんか一回こういうとこ来たことあるじゃないですか僕。なんだここはとか言って、それでねこれ全然下に降りられて、かつね部屋がめちゃくちゃあるんですよここ。待って、 よろしくないね。よろしくないね。ライトってちょっともうちょっと欲しいな。でそうこれがね、降りられます下に。あでこういうとこもね多分開くんだよこれ。ほらあれ、あこれは違う、これは戻る方だ。これ下降りて、あい、ちょ待って、どっから来んだ、どっから来んだ。撤退しよう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 。他の階に行こう、他の階に、他の階に行って身を潜めよう。これがこう来たから、階段だね。よし、4階に行って身を潜めよう。4階に行って、あでここに来たぞ。何がある、ここヘリの鍵じゃない、あれ なんとなくそんな気がする。でなんかあいつを負けてるっぽいので、ちょっと隠れついてここに入ろう。ほら来た、よし、このプロだろ。でここにライトがあったらベストなんだが、今回はないか。この辺ちょっと漁っていくか。ライト出せ、ライト、ほらない。ライトきついな、そろそろ切れるぞマジで。ただあの透明なやつは全然負けたね。そしたらちょっとここをせっかくだからこのフロアを捜索していこうか。これ部屋じゃないでしょ多分、通路だよね。やばい、これもそうだよね。うん、だからシカトしといて、でスチーマー多分今は出ないから押しとおる。明日が気分で、これは普通にいけると。よし、でやつが来るとしたら、いやあいつはそうだ、ワープできるんだ。ワープっていうかその配管とかを通れるからね。これ部屋でしょ。うん、でバーナーか、バーナーか。くそ、この重要アイテムがボルトカッターだったらよかったのに。でどう来ただっけ、こうでいいのかな。うん、これも部屋、あこれ階段か、これも部屋でしょ。よし、 No こっちは、こっち部屋でしょ。いや違うか、このルートがあるってことはドアがあったとしても通路だねこれはね。やべ、懐中電灯もう一本欲しいな。懐中電灯もう一本欲しいな。よし、これでこの階は全部見た。戻ろう。危ない、温泉卵になるとこだった。え、え、やばい、あいつが来てる音がする。
ドンって行ったぞ。そしてなんかこの透明なやつの音もしている。別の階に行くか。待てよ、いるとしたらこの辺なんじゃないの。違う。で、ここが何階だっけ、4階だっけ、3階だっけ、4だよね、確か4だよね。だからまた下に行ってもいいんだけど、どうしようかな。下行こうか。いっぱい部屋があるあそこのゾーンに戻りたい。どっちだっけ、こっちだっけ。いや、どっちからでも行けんのか。あれ、これじゃない。待って待って、これじゃなくて、あ、こっちだっけ。嘘、こっちじゃないよね。あ、こっちこっち、合ってる合ってる。で、やつは、出てきたやつは配管とか通るから多分もうここにはいないでしょ。で、もうちょっと下の方に行きましょうか。これね、さっき行こうと思ったらあいつが出てきたんだよね。ライトないかな、ライト。なんだこの光ってんのは。あ、これ関係ねえな。ここ多分ね、これ部屋ですね、角。ほら、ここがね、開くんだよね。こういうとこにアイテムがあるんだが、ポリタンクはもういらない。で、これ一応持ってっか。ちょっとこれでいくか、ちょっと当分は。あ、これもなんか必要なんだ。ジャンクション3フォンライン、ちょっと見てみる。フォンボックスパワー、前見たね、これ見たな前の。で、多分ね、この部屋、なんかこのフォンボックスがなんたらかんたらっていうの言ったと思うんですけど、多分それでね、引き返してるんだよ。このフロアにはまだ全然部屋があるんだな。それが、これ何、コップか、いらないね。あるんですよ本当に。あれ、ないじゃん。いや、でもこれね、降りればあるって。ほら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 。で、角にだいたい部屋があるので、角を見ていこう。うん、やばい、ちょっとライトも、そう、でもこれの方がいいな。これ部屋でしょ。あれ違う、あれ違うね。あれ、あれ、あー、あった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 。これ開けます。何の音。コップはいらない。グロースティックはちょっともらっていこうか。あー、来たー。よしよし、アイテムは揃った。皆さん、ヘリルートからの脱出へのアイテムは揃った。あとはヘリのとこで、固定してるロープじゃないワイヤーをちょきちょき切ってですな。あとはポンプみたいなやつをガラガラ動かして、燃料を補給した状態にして、レバーをグイってやって燃料を全部ヘリに移してからヘリに乗る。で、その間ちょっと時間がかかるので、で、音がするからね、奴らが来るんですよ。で、奴らを巻いて、ヘリへの給油が終わったぐらいでまた行かなきゃダメなんだな。よし、行くぞ。このゲーム、ここでセーブできたら最高なのに。セーブさせてくれよ。まあでも、そのセーブできないっていうのが、そのローグライクっていうか、そういうゲームですからね。行くぞ。戻ろう。いけるぞ、なんかいける気がする。今まであれだな、やっぱその、ぐるぐる回ってボルトカッターねえなとか言ってたのは、やっぱああいうとこにあったんだよな、多分な。そうですよね。で、結構ね、ほんと、くまなくはいけてないと思うんですけども、結構行ったけどないなっていうことが何回かあって、やっぱあそこに行けてなかったんだよな。これ何？これが。あれ？こっちが来てないっけ、僕。階段どこよ、階段。やべ、かなり緊張してきた。あとは僕のテクニックだけだぞ。あれ、階段どこ本当に。え、嘘。え、階段どこなの。え、これで、あ、待って、これはダメ、押し通っちゃダメ。ここで足高気分を出すと死にます。あれ、階段どこだ。こっち側か、そこか、ここだろ、ほら、よし。
たら上に行きます。上に参ります。あ、どっから来る、どっちから来る、どっちから来る、どっちから来るの。え、それによって花、あ、下から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 来てる、下から来てる、下から来てる。待て待て、ここは行きたくない。だから、反対側に回って登ろう。ここは押し通る、ここは押し通って大丈夫で、階段あるでしょ、ここに。ほら、これで上に行こう。よし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 よあれがあそこにあるから、ちょっと待って待って、これどんどんチョキチョキしていこうね、どんどんチョキチョキしようね。ほら1本目、ほら2本目、ほいよ、ほらほらほら、来んなら来いよ、なんか、ほら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 、ほらどんどん来ちゃうよ、こっち、ほら来んなら来いって、ほら、それで僕こっちも開けちゃうよ、ほら来ないと、ほら開けちゃうよ、ほら、いいの、ほらもうボンブ見けちゃったよ、これちょっとこれどんどん押していくよ、これどん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 してくよ、もうこれ、ほら、おじさんに怖いものないからな、もう。え、待って、大丈夫だな、どんどんしてくよ、おじさん、ほら最後の辺押して、はい、でこれ、これ持って、ほらね、ほらこれ持って、これここにポンってつけて、ポンってつけて、これ、これポンってつけて、でこれをね、これをほら、もう1個持って2つ持って、ほらこれ、それでここにほら入れるんだ、こうやって、ほら、あ、こっちか、入れろ、こうやって、ほら、これだな、ほらほら入れて、ほら入れて、ほら、わーん、入ったね、ほら、はい、2本目、ほら、はい、そしたらこれを、ほら、これをピンって、あ、待って、その前にこれを開けておこう、よし、で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 、これをオンにする、いけんじゃない、これいけんじゃない、いけんじゃない、やばい、どこにいる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 、全然大丈夫だよ、よっしゃ、でこれ多分あいついなくなったらもう給油終わってるだろ、やっとクリアできるか、慎重に行くぞ、慎重に行こう、多分開けられたりしないと思うから、これとかを読んじゃうよ、あ、静かになった、やべえ、手が震えてきた、来てんじゃない、 To keep the monster away from the fuel pump and it has been destroyed、 あ、ちょっと待った、あのモンスター It has been、 あ、やべやべやべ、え、あれちゃんと巻かないとあのモンスターあれ壊すの、え、何すればいいの、ヘリコプター、え、え、なんか壊された、なんかこれあれじゃない、そのヒュエルポンプ、あのポンプからモンスターを遠ざけておくことができなかったので、あのポンプ壊れちゃったみたいなこと言ってません、すっげえ威訳ですけど、合ってんのかもわかんないけどね、I need to find another way of the ship. この船から脱出するための他の方法を探さないとみたいなこと言ってません、これもしかしてあのヘリも使えなくなったの、本当？はい、皆さんこんにちは、ちょっと調べてきたんですけど、あれね、
ポンプ、あ、やべえな、ちょっと、ポンプとかをつないで、なんか、給油状態になったらね、ヘリコプターを守んないとダメらしいですね。うん。で、ちゃんと給油が終わって、なんかね、ジャーナルで、なんか準備ができたら、ジャーナルは更新されても脱出していいよ、みたいになるんですって。その状態で、ヘリのとこに行けば、クリアらしい。なので僕は今回ね、準備はちゃんとできたのに、ヘリを守ることができなかったんですね。だからもうヘリが壊れちゃって、ヘリが壊れたのか分かんないけど、もう行けないらしい。これはこの状態ではね、もうこのヘリは飛び立てないらしい。やってしまった。つまり僕はやってしまった。本当にここに書いてある通り、なんか別の方法を使わないとも脱出できない。くそ。くそ。これ結構前回も同じようなこと言ってたよね。ちょっとまた頑張ります。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画画面下の登録ボタンよりぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter もやっていますので、ぜひそちらもフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。